財産の茶室、南京さんの茶室、ミックさんの茶室、湯たんぽさんの茶室、なぎのさんの携帯茶室、朝倉さんの相談茶室、金太郎さんの心の茶室、そしてこの無重力の茶室。ようこそいらっしゃいませ。というわけで、イブリューメリークリスマッチャ、サンタさんにもお茶のサービス。サンタさん、子供たち寝てますんで、大変申し訳ないんですけれども、ここにあの紙コップも置いておきますんで、お好きなお茶のですね、パックをこう取っていただいて、じゃ あとはですね、しばらく出るまで良きところで飲んでいただいて、プレゼントを置いてとっとと帰ってください。メリークリスマッチャー。こんにちは、風天竜です。風天竜の茶室は組み立て式、世界中どんな場所にでも持っていけます。では心を落ち着けて、自由に楽しく天上大風、心がスーッとしました。ほうじ茶ミントスルーです。今日はどうもありがとうございます。いらっしゃい。こんにちは。どうも。こんにちは。どうぞ、中へ進めてください。今日どちらからですか？今日は八重洲から。八重洲、あ、近いですね。そうですね。千利休は要するに茶室はミニマムなものだと言ったと白根さんが何かに聞いて人のせいにする人のせいにしたので、重力さえも取ってしまうと、はい、それがもう未来の茶の姿だろうと思いまして、無重力すごい無重力ですよね。はい、こちら無重力となっております。なんか初めてなんで落ち着かないですね。ありがとうございます。こちら、3回、回ってお飲みください。回ってるか。はい、無重力となっておりますので、お客様自身で、が回って自ら、はい、自らが回ってから、3回回ってからお飲みください、はい、あ、分かりました。
結構な無重力で。おそますの無重力でした。クリエイティブな静岡乾杯乾杯